はい、こんにちは、ズンゾーです。今回エレイン降臨やっていこう。で、バルキティシェルなし編成でやっていこう。で、結構簡単に、昨日出した動画よりも簡単に組めるんで、ちょっとやっていこうか。で、デート1ですね。フレンド、リーダーですね。キティちゃんにしたんですけど、まあこれも、まあスキブだったらいいね。スキブとチーム HP だったらいいのかな。で、キラーいりません。潜在いりません。で、モミジ。モミジが強いですね、これ。出現ヒロインのなんか星5キャラなんですけど、ハズレ枠なんですけど結構強い。回復エルチにしてスキルブーストプラスプラスで、スキブとチーム HP、 ドフラミンゴの武器で、これですね、ハンターブラキオスブラキ X 装備で、ウェイいっぱい持ってるし、まあなんだろう、バインド体質とか持ってるし、まあ結構優秀かと思って、で、まあ、バインドをつけた方がいいですね。で、スキブの2ターンチャージ武器持っていきましょう。で、まあここはちょっとボアハンコックがいいかもしれない。わりかしボアハンコックつけた方がいいかもしれない。で、メリッサ超覚醒どれでもよくて、スキブの2ターンチャージ武器、これ雪の下のハーブリム、まあ、これもまあ普通に強いですね。で、2体目メリッサ超覚醒どれでもよくて、スキブと2ターンチャージ武器で、フレンドがファガンの雲、チームHPとスキブで、潜在全く全部いりません。やってこう。よし、やってっか。で、まず立ち回りがあって、立ち回り解説やってこう。まず4ターンなんで、これ打ってこう。打っちゃって、これ打っちゃって、で、これ持っちゃおう。メリッサの上のスキル打って、で、デートナー打って、デートナー打って、で、これ2ターンチャージ、こっち打って、で、これで溜まるんで、で、全部打ってこう。OK。で、ちょっとここで溜まんないんだ、1ターンあと1ターン。で、これ使いましょう、このスキル、半減。で、一応若干運要素あって、若干の運要素、ここの運要素、この盤面、この盤面内に光が4個なかったらちょっと終わっちゃうっていうちょっと負けるっていうね。で、まあ、どうかな、まあ、15番から半減あるけど、半減だけでも耐えれるのかな。で、倒して OK、 左倒して、で、半減来るんですけど耐久できますね。で、これ打ってデータン打って、で、まあそのままやってこう。こことかで今ウェイ君組めれば、まあわりかし倒せるかな。これで OK、 これでウェイいっぱい組みました。で、倒せるでしょう。 OK、 倒せるでしょう。倒せるね。 OK、 倒せます。あんまり軽く出さんね、ここら辺が。この3体が全く軽く出さないんで、ちょっとそこは懸念点かなと思ってる。で、属性吸収と本部吸収、まあこれもまあ普通にこれ打って突破するだけですね。これでまあこんな感じでいいかね。こんなんで分割できてるね。 OK。 で、倒せるかな。倒せてほしい。さすがに倒せるわ、これ絶対倒せる。そうだよね。 OK、 倒して、いや、楽ちんですね。超楽ちん、超楽ちん。で、なんか他にもさ、なんだっけ、デイトナ以外の編成も見たいっていう方いたら、まあワンチャン出すかもわかんない、ワンチャン出すかもわかんないけど、まあ、ちょっと考えてみようかなと思ってる。で、これで、まあこんなんで OK、 早くして分割しよう。で、7、8、9、10、16コンボで、18コンボで、倒せるでしょう。倒せますね。 OK。 で、次は相変わらず耐久次も相変わらず耐久で、あと1ターンでこれ溜まったりするんで、まあこれとか使っていこうかな。で、まあこんな感じで弱化消しとこう。弱化を消して10コンボ。いやーん、光乗った。それダメだ。ちょっとそれ怖い。で、そうね、これバインドを弾いた方がいいですね。で、ちょっと待って、危な。4消しあってよかった、危ね。ちょっと皆さんは5消しを使いましょう、5消しを使いましょうって感じで、これでデイトナー欠損したから、デイトナー打っちゃってもいいと思ったんだけど、デイトナー打ってもダメか、光3個だから、これ打っていこう。これ打ってずらすだけでいいや、これでいいやこれで OK で、耐久して OK、 いいね。これで、うん、ちょっとデバフがちょっときついかなって思っちゃうけど、まあ、これ打って、で、ちょっとさ、これ回復できるかわからんねんけど、まあできるか、
まあ、できると信じてちょっと4ゲシ、ここを4ゲシして、でここ、こうかな、こうですかね、あ、こうこう、ちょっと待って、こうですかね、あれ、こうかな、違う違う、こうか下手くそすぎる。 OK、 これでで回復しっかりして OKOK で倒せてほしいな。倒せました。 OK で、まあ、実はバルキティシェールよりもなんか安定しそうな気がするこのパーティーで。指現象ちぎられる、指をちぎられるんだけど、まあここら辺大丈夫かな。まあ、このバルキティシェールは帯持ってた、帯耐性を持ってたんですけど、ここのこういうこのパーティーないんで、このパーティーはないんで、やっちゃったやっちゃいました。で12コンボで、落ちコンボ頑張ってくれてる、ありがとう、落ちコンに感謝、落ちコンありがとう。で倒せないか、こっちも倒せれないよな、さすがに。 OKOK でデイトナ打ってまあここでもし欠損したら、まあ打っていいね、あれをモミジ、モミジとか打っていいと思ってる。で倒せるでしょう。いや簡単すごいね、何がするかわからんけど、自分で組んだ割には結構いいパーティーかな。でエレイン、うわー、まあこれ来るかや、これ来るけど、まあ溜まってるでしょうか溜まってますね。で耐久して、でこれ打って半減、半減張りましょう。でちなみにデータの倍率が 4.2 倍か、 4.2 倍、 4.2 倍ってもうなんかもうインフレやばくないインフレえぐくない。で 13C OK で倒せるでしょう、倒せます OK で、ここはワン、ツーパンかなツーパンですね、ここはツーパンですね、ここ割とツーパンで、まあ、回復しっかりしようか、回復しっかりして、これでどうかな、まあこれで、まあ、しっかりコンボしていこう、まあ、10コンボ、10コンボできた方がいいですね、10コンボはした方がいい。で耐久して、いいよ、耐久して、で耐久して OK 倒せました。いや素晴らしい、なんかなんならバルキティシェールよりもなんか安定した気がする。これでこうかな、これでどうかな、あ、やっちゃった、待って、やっちゃった、え、待って、ここでやらかすような腎臓ですね、ここでやらかすような腎臓、あよかったよかった、危ない、倒した。でまあこれなんでしょう、まあ、めちゃめちゃ簡単に、めっちゃ簡単にクリアできたわ。でバインド武器か、これ強いね。でまあ昨日出した動画よりかはまあ結構編成難易度低くなってるんで、まあバルキティシェール持ってない方はこのブラキ X 装備で代用できるんで、まあもし参考になったらチャンネル登録とか、まあ、高評価お願いしますね。よし終わりましょう、じゃあねー。